早く人を手配してくれませんか。もう半日も経っているんですよ。すみません、すぐに動けるような冒険者は今のところいないんです。あ、ちょうどいいところにいらっしゃいました。こちらは運搬車のマネージャーのインネイさん。今教会へ依頼を出そうとしているところだったのですが。旅人さん、あなたがウンキンがいつも言っているあの旅人さんですか。そうなんです。あと数日で舞台に立つ予定なのですが、こういった言葉を残してどこかへ。もし舞台にウンキンがいなかったら、常連さんたちは怒ってうちの舞台を壊してしまうに違いありません。私たちもそう説得したのですが。この方はその気になると帰らないどころか自分の身の安全すら気にしなくなってしまうんです。あんな危険なところに芝居の稽古をしに行くなんて、もし何かあったらお客さんたちに何と説明すればいいのですか。ではもしどこか怪我をしてしまったら、このリーユエ全体の損失になってしまいます。見ての通りこんな状況でして。そのこの依頼を引き受けてくれませんか。助かります。どうか彼女を安全に連れ戻してください。次の仕事は。すみません、先ほどは気づきませんでした。どうしてこんなところまで。もっと後できちんとしたお誘いをしてお会いしたいと思っていたのですが、まさかここでお会いすることになるとは。なるほど、インネイに頼まれてきたのですね。あれほど心配しないでと伝えましたのに。しかし今回はあなたがいてくれたおかげで大事にならなくて済みました。ただあと少しで神格さんの言うあの心境に至れるところだったのですが、神格さんから聞いたのです。神女の妖魔退治、あ、いえ、彼女があの時していたことは芝居で歌われているような勇敢な行為ではなく、ただ生死の狭間に立つ自身を守っていたに過ぎないと。ですが彼女自身は今の芝居で歌われている人のために自身を犠牲にする信仰の方なので、私もその後いろいろ考えたのです。そもそも劇中人の感情は複雑で決まりのないもの。一つでも多くの感情を体験できれば参照できるものも同じく一つ増えます。異なる心境から役の行動を解釈できるようになれば、私の演技もより一層高みにいけるはず。
そのためにここに来たのです。少しずつ体験していきたいと思っていましたが、いざ役になりきると何もかも忘れてしまって。もう少しで、本当にもう少しで悟れるはずだったのですが、魔人さえも倒せるあなたが付き添えば、これ以上どんな危険を体験できるというのでしょう。やはりリーユエコーに戻りましょう。でないとあなたもインネイに説明ができませんもの。それに今回の旅に収穫があったかどうかはまだはっきりとは言い切れませんよ。少し探す人を増やしてください。あれからまた半日が過ぎようとしています。どうか彼女の実力を信じてください。な、戻ってきたようです。いいね、戻りましたよ。運気、怪我はない？まず福袋に行った方が。いえ大丈夫ですよ。安心してください、近日開かれる公演には影響しませんので。あなたと来たら、普段ならまだしもこんな時期に危ないことをするなんて。劇団のためにも観客のためにも、もっと自分のことを大事になさい。今回は旅人さんがいてくれたからよかったものの、もし…しかし、より良い芝居をすることこそお客さんへの責任を果たすということではありませんか。舞台での芝居がより良くなる、その可能性があるのなら見過ごすことはできません。あなたね、もう何を言ったらいいのかわからなくなってきたわ。あなたはどう思いますか。そうでしょう。それでは早速準備をして。あのね、旅人さん、ちょっとこっち。を連れ戻したのに、また彼女を連れ出そうとしてどうするんですか。次の公演まであと数日しかありません。劇団を代表してお願いします。しばらくおとなしくするよう説得してください。説得が難しいなら、どうにかして彼女の気を引いてください。お願いします。次の公演が始まるまででいいんです。もうこれ以上彼女を冒険に行かせるわけにはいきません。何を話しているのですか。もう用がないのなら私はこ…え、いや、あらる旅人さんから話が。早く彼女を引き止める理由を考えてください。私に何か用ですか。芝居を習う。芝居を習う。あ、そうそう、ちょうど彼女から相談を受けていたところ。ほら、善は急げって言うじゃない。ちょっと待ってください。私が弟子を取るなんてまだ早いです。ほら、せっかく旅人さんがリーユ劇に興味を持ってくれたのよ。あなただっていつも彼女を誘いたいと言ってたじゃない。はん、それ以上言わないでください。はあ、あなたの気持ちは承知しました。
ただ弟子入りのことは祖師の意見を聞いてから儀式を行う必要があります。今はあなたも私もそんな時間はないかと。まずは友人同士の交流としていくつかの技術を教えます。ですから師匠と呼ばなくても結構です。ちょっと待ってください。私はあなたにそう呼ばれるほど年を重ねてはいませんよ。それが思いつくまでは私の名前で直接呼んでください。それでは明朝、悲運の丘の海に臨する橋でお会いしましょう。あなたの初授業、最善を尽くして準備してまいります。はあ、やっと。貯金した方がいいだろうか。さすが、リーユージン。貯金した方がいいだろうか。うん、時間通りに来ましたね。時間を守ることも役者になるための必須条件です。でないと毎日の稽古すら終えることができませんからね。その前に一つ質問に答えてほしいのですが、ここに来る途中橋にいた鳩を何は驚かせましたか？惜しいですね。正解は全部で7話です。5本。実はこれはあなたの洞察力を測るための質問だったのです。目は感情を伝えるため重要な鍵となるもの。物事をはっきりと見透かし機微を見抜けるよう鍛えれば、飛んだり休んだりする鳥を注意深く観察することは目を鍛えるのに有効です。ここに来て鳩のことを目で追い、海に向かって発声練習するのが私の日課である稽古の始まりになっています。焦らずとも大丈夫です。劇の節回しと身のこなしは一日で身につくようなものではありません。まずは一般的な理論を通して芝居の概念を簡単に理解することから始めましょう。そうです、私は多くの国の役者たちと手紙を通じて連絡を取っています。そのおか例えば一番簡単な理論から始めましょう。自分のことを実演してみてください。情景を再現してみましょう。かつて魔人と戦いファディを撃退したあの時の光景を。ほら、目の前にある海を眺めながら想像してください。あの日の雲来の海での荒波を。深呼吸をしてゆっくりと入り込み、あの時の気持ちを思い出してください。なるほど、そういう気持ちを抱いていたのですか。もう一度思い出してください。あの時一番実現したかった思いは何ですか？ふむ、いい参考になります。それから思い切ってその気持ちを叫んでみましょう。お待ちを。ダメです。全然ダメです。感情も魂もこもっていません。確かにあなたは登場人物そのものですが、再現した情景があの時とは大違いです。荒波の中命を懸けて戦うというよりも、静かな海辺で発声練習をしているだけのように聞こえました。そこです。役に入り込みたいのならその役になりきるだけでなく、周りの環境も頭の中で再現する必要があります。あなたはその情景を身をもって体験したとはいえ、その時の環境を思い描くことはやはり難しいでしょうか。それもそうですね。あの時の気持ちを思い出すために
周りの環境を整え、もう少し遠くへ婚閣に行ってみるのはどうでしょう。おや、遠いところには行きたくないのですか。安心してください、私はただ提案しただけです。それに幸運閣に行ってもあの時の波や風を再び見ることはできません。他の方法を試しましょう。リーウェ港の北部はどうですか。問題がないようでしたら早速出発しましょう。軍玉閣の対戦はあなたにとっても非常に特殊なものでしょう。すぐに役に入り込めないのも無理はありません。その情景を完全に再現するのは確かに難しいことです。ですがご自身がよく知っている敵を芝居の相手に置き換えてみるのはどう。例えば芝居で生離死別の悲しみを表現したいとき、その不幸を体験したことがない場合、自分のよく知っている悲しみをその感情に置き換えるのです。苦労して見つけた宝箱にキャベツと大根しかないなんて理解が早いですね。武道劇においても同様です。魔人に対峙する場面を自分が慣れている動きなら潜在意識に従うことによってうまく演じることができるでしょう。さあ近くにいる魔物から始めましょう。いつものように対応してください。するべきですね。雪を前で機敏な動き、まさに幸運流水。本物の冒険者みたいですね。その感覚が残っているうちに実演してみましょう。赤い衣のかかしを刀を持っているファデュイたちだと思ってください。さあ軍玉閣でのあの対戦を再現するのです。あの時の情景を想像できなくても大丈夫。行きましょう。仙人たちが奇襲機を操作しています。動きに問題はないのですが、ファデュイの体格は普通の魔物よりも大きいものです。ただあなたが本能的に出した攻撃は位置がやや低く、力も少々軽いものでした。この方法に長けている人は自分の日常経験を適度に脚色し、それを置き換えることができます。しかし芝居のために慣れた動作を脚色するのは、この方法を初めて試したにもかかわらずここまで悟ることができたのはとても素晴らしいことだと思います。しかしさっきの動きを見るに、これから言う最後の方法の方があなたに向いているかもしれません。舞台上の全ての動作、表情、感情、これまでの舞台にあった既存の例を参照するか、あるいは生活の中で似ている人物の真似をするか、とにかく劇中人の姿に関する詳細を全て心の中で設計してからそれを演じるのです。ええ、あなたの場合過去の自分を参照してその真似をすることになります。想像してみてください。あなたは
説明は複雑ですが、実際にやってみればすぐに理解できると思います。ではこうしましょう。まずは簡単な情景の設定から。赤い衣のファデュイが奇襲機を壊そうとし、あなたのすべきことは全ての青い衣を避けながら赤い衣をちょ…はい、だいたいこんな感じです。ここから北へ行くと開けた場所がありますので、心の中の演習が終わりましたら私のところに来てください。どうですか？演習は終わりましたか？焦らないでください。私が声で導いてあげますから。私が声で。ついに外星の英雄らしい風格を今回は感じ取れました。苦労して教えた甲斐がありましたね。この方法は感情を込めるという点において先の2つよりも巧妙なものではありません。節回しや身のこなしの稽古を休まず励むのもこの方法を主流とするもののやり方です。稽古を重ねていけばいずれその道の極地へと近づき、そして至ることができるでしょう。歌声が至高の域へと達すれば、鳥などの動物までをも魅了し、そうでしょ？まだまだ私も演技の道を模索し続ける必要がありますね。それは、たとえ私が教えたとしても、あなたは真面目に学ばなかったと思ったからです。なんとかして公演まで引き延ばす。その考えが、あなたの顔にはっきりと書いてありましたよ。私もこの業界のものです。見抜けないはずがないでしょ。ですがせっかくの機会でしたので、少しでもあなたに芝居の魅力を感じてほしかったのです。劇は歴史の記憶を無数に含んでいます。劇が存在する限り英雄たちの声も姿も舞台で再現され続け、代々受け継がれていくこと。私はあなたの声と姿も劇の中に残したいと思っています。そうです、私は芝居を教えると同時にあなたの行動を観察してきました。最後に教えた方法のコツを覚えていますか？リーユへのために魔人に立ち向かい、それを撃退したあなたは芝居の中の神女とあなたを参考にして
その役を演じれば私の演技の道も開かれると思ったのです。完全に入り込む、日常との置き換え、真似をして参照する。たとえ動きが完璧であっても感情を込められなかったらお客さんの心を動かすことはできません。たとえ役に完全に入り込んだとしても、その上に設計を加え舞台の感化力をさらに高める必要がある。どの方法であろうと試してみる価値があるのなら私は見過ごすことなどできます。ありがとうございます。今回の試みは有意義なものでした。そしておめでとうございます。この初めての授業は無事終わりです。一人前？それはまだまだですよ。今回はあなたを参考にして新女の役を演じますが、いつの日か私はあなたのことを描いた作品を書くつもりです。その時はぜひあなたも舞台に立って私の演技を指導してくださいね。舞台に立つためにはまだまだ努力が必要ですが、これからは時折あなたの稽古を監修しましょう。またその呼び方ですか。私はあなたにそう呼ばれるほど年を重ねてはいま、しかし今後はあなたに教えたいものがたくさんあります。師匠と呼ばせることもできませんので、何か呼び方を決めた方がいいかもしれないですね。そうです、それなら先輩と呼ぶのはどうでしょうか。